2023年10月19日、中国メディアの人民晩報が日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷鯨が川崎重工業神戸工場で浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載したよ。中国からすれば脅威だと言いたいんだろうが、裏を返せば日本の技術を認めていることになるよな。そうだね。さて今回は、この雷鯨について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ディーゼル推進潜水艦としては世界最大級の大型型潜水艦の4番艦雷鯨が2023年10月17日に、兵庫県神戸市中央区にある川崎重工神戸工場において、新規建造された潜水艦の命名式及び浸水式を実施し、雷鯨と命名されたこの艦の名前の由来は第二次世界大戦前の海軍艦艇名を踏襲せず、初めて用いられたものとなっているよ。この雷鯨の規模は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、主機関はディーゼル電気推進で、プロペラ一つの一軸推進式となっていて、排水量はフランス海軍の現役原子力潜水艦指を上回り、艦内に配備される乗員が約70名と少なくなっており、自動化レベルが高いと評価したんだ。寄港は2021年3月26日で、今後、偽装や各種試験を実施した後、2025年3月に部隊へと引き渡される予定だな。これを受けて10月19日に中国メディアの人民晩報は、日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷鯨が浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載し必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうと指摘していたぜ。海上自衛隊の大型潜水艦は、前途したフランス海軍が運用する指級原子力潜水艦をしのぐ大きさで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては世界最大級と誇って良いだろうね。また、機動性や探査能力が同型潜水艦の中でも格段に向上しており、同型潜水艦が搭載する大容量リチウムイオン電池と先進ディーゼルエンジンをベースに、雷鯨にはより出力の大きなディーゼルエンジン2機に換装され、発電パワーの増強に適応した新たなシュノーケルシステムが採用されたと紹介されていたぜ。これらの改良が事実であれば、通常動力型潜水艦でありながら、その機動性は原子力潜水艦にかなり近づき、実戦性が大きく向上することになるだろうな。さらに、潜水艦の生命線とも言える騒音面に関しても雷鯨がスクリューではなく、最新型の原子力潜水艦に用いられるポンプ噴射式推進装置を採用しており、騒音の低減と同時に航行速度向上を実現した上でこれらの特徴を総合して、外部からは原子力潜水艦との差はもはや原子炉の有無だけだとの見方も出ていると伝えたらしい。その上で人民晩報では、上海西方学院東北アジア研究センターのヤンジェン副主任が日本の通常動力潜水艦の発展傾向を見ると、原潜の技術力を求めていることは非常に明らかだ。総合的な戦力において雷鯨はなおも原子力潜水艦とは明らかな差があり、戦術的な運用には制約があるとはいえ、長期的に見れば日本の潜水艦部隊は必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうとの見解を示していたみたい。雷鯨の外観形状は、従来の総流型潜水艦とほぼ変わらないものの、探知能力や静粛性が格段に向上しており、また建造時から女性自衛官ウェーブの勤務も想定して相応の設備を有しているのが特徴だね。また主要装備としては艦首に魚雷発射管を備えるほか、潜水艦戦闘管理システムや、艦首アレイ、側面アレイ、曳航アレイなどのソーナー装置、TCM 潜水艦魚雷防御システムを搭載していて、世界に最新式の誇る通常動力型潜水艦となっているよ。なお、雷鯨を漢字で書くと雷クジラとなるのだが、この名称は冒頭でも話した通り旧日本海軍でも艦名に用いたことはなく、海上自衛隊も使用するのは初めてとなることも特徴として大きいぜ。まさに雷鯨は日本が原子力を使えない状況下での最適解を求め続けた潜水艦建造技術の賜物と言っても過言ではなく、
西側各国は原子力潜水艦を建造することに制約がなく、その有り余るエネルギーを使うことで本来なら改善すべきマイナス面を全て力技で隠しているような感じだな。逆に言えば日本が原子力潜水艦を建造してしまったら聖マジー能力の艦が建造できることは間違いないよね。確かに国内の有形無形の制約を乗り越えるために従来技術を極限にまで高めたわけだけど、それでも基準排水量が3530トンだったイタリアの400型潜水艦に比較すれば、まだまだ小さいといったところかな。アメリカが原子力潜水艦を開発する際に手本とした400型潜水艦の後継として、さらなる進化を期待しているよ。日本の潜水艦は忍者のように世界でも類を見ないほどの静寂性に加えて、無音航行距離であり日頃の訓練などによる練度の高さも群を抜いており、米海軍の第7艦隊との合同演習では、何度も米空母の撃沈判定を出しているから驚きだよな。最新の潜水艦が次々に就役するけど、やはり後継者問題が出てくる懸念は拭えないよね。太平型潜水艦はディーゼル電気推進方式を採用しており運用に関しても原潜より優れているし、また、原子炉を止められない原潜は常に音を発していなければならないのに対して、リチウム電池で先行している雷鯨は探知されにくいという利点まで持ち合わせているぜ。海底の艦内においてペンを落としただけでも察知されてしまう探知能力船では、圧倒的な差を見せつけることになるだろうし、台湾海峡での秘密航行も実行できるなら、まさしく中国の脅威となることは揺るぎないよな。国産潜水艦の話題になると必ず日本の潜水艦は通常動力潜水艦が世界最高という書物やマニアの意見を散見するけど、その根拠はどこから来ているのだろうね。渦潮型の後継として建造された自衛隊初のティアドロップ潜水艦の騒音は、ジェーン年間ではうるさい潜水艦として分類されていたよ。今や中国が次世代の弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN の運用を2020年代末までに開始するという見方が出てきており、安全保障政策に携わるアジアの政府関係者やアナリストの間でもかなり強まってきているんだ。ロシアの技術支援を受けて静寂性が飛躍的に向上すると見られる中国海軍が運用するマル96型は探知が困難で、アメリカや NATO 諸国にとって脅威が増すことになり、海中の軍拡競争を一段と激化させる可能性も十分に考えられるよ。米海軍大学で5月に開催した会議で中国の原潜について議論しており、同大学の中国海事研究所が8月に発表した研究論文においては、新型艦の監視ははるかに難しくなると予測しているらしいな。ロイターが取材したアナリスト7人のほか、アジアを拠点とする3人の軍事顧問によると、この結論には信憑性があると言われているぜ。しかも、潜水艦の元乗務員だった海軍技術情報アナリストのクリストファー・カールソン氏がインタビューにおいてマル96型は悪夢になりそうだ。探知するのは極めて難しいだろうとも語っていたようだ。アメリカをはじめインド太平洋地域で軍事活動する各国は、軍の配備と有事への備えを強化する中で、核ミサイルを積んだ中国の原子力潜水艦を監視する取り組みを中核に据えてきたんだけど、マル96型が就役すれば、対応の強化を求められることは間違いなく、これが台湾有事に発展して第三次世界大戦を巻き起こすかもしれないよね。そのため、日本の海上自衛隊はもとより、海上保安庁も協力して警戒監視を強めなければいけないってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年8月11日にサウジアラビアが日英未加国共同計画の次期戦闘機 F3 開発に参加を希望したよ。これをイギリスとイタリアは賛成したが、日本は反対を表明したと報道されたよな。あれからどのようになったのか、今回は次期戦闘機 F3 の開発計画について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。スマイルアップ。旧ジャニーズの性加害問題などで日本国内は荒れているけど、実はそんなことよりも、
この次期主力戦闘機 F3 の開発計画には国の将来の命運がかかっていると言っても過言ではないんだ。世界の戦闘機を撮影し続けるフォトジャーナリストの柿谷哲也氏は、サウジアラビアが参加を希望するのは予想できたと語るよ。実はイギリス軍とサウジアラビア軍の関係は自衛隊よりも古く、サウジ空軍の前身であるヒジャーズ空軍は1921年に英空軍の協力から始まった。以来、サウジ空軍は英国戦闘機を主力として運用しており、古くは BAC ストライクマスター戦闘機に始まり、ハンター、ライトニングなど120機を購入したんだ。最近で言うとイタリアやドイツも開発参加したパナビアトーネード戦闘機と攻撃機を計120機、ユーロファイターは72機購入している。イギリスとサウジの武器貿易の歴史を鑑みれば、サウジが参画するのは容易に想像できたはずだな。この事情を日本は知らないのだろうか。サウジアラビアの参画に反対を表明しているぜ。柿谷氏曰く原油、LPG 取引に影響が出るかもしれません。先日、サウジアラビア王族一行のアジア旅行では、日本をキャンセルして韓国に行っていますと話していたね。すでに日本は東アジアにおいて、韓国の後進国になろうとしているが、その影響がこの非英意味各国共同計画に出てくる可能性があるんじゃないかな。さらに柿谷氏はこの非英意味各国共同計画は、イギリスとイタリアが共同開発していた次世代戦闘機テンペストが資金難で苦しんでいて、その協力先に日本が出てきたので、3カ国開発がまとまりました。この状況でサウジアラビアが資金を拠出するとなると、開発のイニシアチブやデリバリーの優先をサウジが申し出る可能性がありますと語ったんだ。ところが日本国内の最大の障壁となる自民党と公明党の与党間で、戦闘機の第三国輸出を可能にしようと話し合いを続けていた。すでに事項の実務者協議においては、イギリス・イタリアと共同開発する次期戦闘機を含めて、装備品の第三国輸出を解禁したいとの考えが示されたぜ。これで万事うまく展開すると思われたが、航空自衛隊の那覇基地302飛行隊隊長を務めた杉山正樹元空将補は、そうでもないと指摘したな。杉山氏曰く次期戦闘機 F3 の輸出解禁はまだ何も決まっていないのに、積極的な閣僚や官僚たちが動き始めています。もちろん彼らはビジネスライクな形でやっているわけではなく、閣僚と官僚たちが戦略的に考えてやっているというバカな考えでやっているので、何も一致していません。サウジの非英意参加国共同開発に参加に関しても、日本のメーカー自体は反対だと言っていない。おそらく反対だろうと言っているだけで、イギリスとイタリアがサウジを歓迎しているというのもないと思いますと語ったんだ。さらに杉山氏はこの報道の背景に関してこの裏を考えると、今後のサウジはオイルマネーだけでは厳しく、サルマーン皇太子は自国に何らかの産業を持とうとしています。その一つが、航空産業と第6世代戦闘機の特徴でもあるネットワークを含む軍事産業でしょう。彼には自国に生産工場を持って外貨を稼ぐという目標があります。F3 開発に参画するのもそのビジョンに当てはまっていますと推測したよ。しかし、サウジが F3 開発に加わると、混沌とした状況に陥るとした上で杉山氏はおそらくめちゃくちゃ、ややこしくなるでしょう。非英意は現在、各国の技術の得意部分を主導させ、作り分ける形を交渉しています。しかし、そこに何の技術力もない資金力だけを持つサウジが入って生産だけは自分たちで行い、さらにブラックボックスの生産もやるから、秘密もすべてくれとなる可能性がありますと付け加えたね。さらに杉山氏は今回の参加発端には日本政府が関係しており、サウジがここまでやる気になっているのは、先日の岸田首相のサウジ訪問が影響しています。勝手に岸田首相が日本の技術もありますから、一緒にやりましょうとものづくりに誘ったからです。もはや、岸田首相の政治的手腕でどう収めていくかにかかっています。自ら誘っておいて F3 開発だからと言って断ることはできません。岸田首相はいろんな分野に種をまいて、ちゃんと収穫しないから、常に混沌としている状態にしてしまう。
その問題の一つがこれでしょうと話しているな。今回はまさに岸田首相自らが4カ国にまたがる国際問題に発展させてしまったってわけだ。岸田首相に収束できる力はあるのかと思いつつも、杉山氏はイギリスとイタリアにとってサウジのお金が入るなら日本に入ってもらう必要もありません。アメリカは A と組んだ日本を笑って見物しています。米国からすればこの事態は計算済みだと思いますと語ったみたいだね。その結果、日英3カ国で F3 は作れなくなり、当然のことながら日米共同開発も不可能となり、日本は空軍として2軍になるのかという質問に対して杉山氏はその可能性はあります。日本は第二次世界大戦終了後、アメリカから最新鋭の戦闘機をもらいながら、空自は空軍として成長してきました。今回それがなくなることによって、アジアで戦うのが非常に難しくなります。空自は第5世代戦闘機として142機の F-35 を持っていますが、F-35 がフライト停止になった瞬間に空自はなくなりますと答えたみたい。つまり、第6世代戦闘機とされる F-3 の開発計画が頓挫すれば、今後、中国ロシアと対峙しなければならない時に空自が消滅している可能性があると杉山氏は言っているわけだ。この問題が日本の未来を左右することは当然のことながら、これは岸田首相の今後の手腕に、全てがかかっていると言っても過言ではないぜ。日本単独だと完成まですごく時間がかかって、アメリカがもっとすごい戦闘機を作って、結局アメリカ製のものを買う羽目になることも否めないぜ。それに単独だと、完成したとしても1機あたりのコストが高すぎて生産数も限定されて、結局は足りない分を安価な他国の戦闘機で補う羽目になるという悪循環が起きるので、まだまだ共同開発をしないといけないというのが現状だろうな。確かにサウジアラビアの皇太子は曰く付きだし、権威主義国家は指導者の良し悪しで国としての動きが大きく変わるので、岸田首相の発言が失言のようにも感じるけど、文字通り外交事例なのだから絶対に言ってはいけなかったと否定するものでもないだろうね。そもそも戦闘機に限らず研究開発というものは、成功も失敗も必ずあるものだから、問題を回避することより問題が起きたらその経験を次に活かすことにベクトルを向けて、失敗体験をもとに具体的な資料を残したり、運用ルールを改定したりするという努力を積み重ねるから良いものができるということが重要だと思うぜ。サウジアラビアは F-35 導入計画の時もアメリカから参画を断られており、中距離弾道ミサイルを中国から購入して軍事的に接近しているのも理由にあるけど、皇太子の記者暗殺主導など人道的に大きな問題があるため、その行為自体が制裁対象になるからだろうね。サウジ参画によって日本が懸念するリスクは非人道的行為をした場合に制裁できず、国際社会から糾弾されるパターンだけど、ここは一度アメリカの度肝を抜いても良いのかもしれないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年度の補正予算案で、防衛省は8130億円を計上し、その大部分を鹿児島県の馬毛島へのアメリカ軍機訓練移転に伴う自衛隊基地整備に充てる予定との情報をキャッチしたよ。馬毛島の整備費用はもうすぐ1兆円を超えてくるが、馬毛島の160億円がなんだか安かったように感じているぜ。野党の反対で大幅に遅れた馬毛島の整備計画、すべては野党が遅らせた結果で現在の物価高騰の責任は野党側にあるとも言えるよな。そうだね。今回は、現在急ピッチで整備されている馬毛島の現状を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛省は10日、2023年度補正予算案に防衛力や災害対処能力強化を目的として総額8130億円を計上したと発表したよ。鹿児島県西之表市馬毛島へのアメリカ軍機訓練の移転を伴う自衛隊基地整備経費として歳出ベースで、2684億円を充当して、経由施設や滑走路などの整備を加速させる見込みだね。馬毛島はロケット発射基地として有名な種子島の西 12km に浮かぶ島で、住民登録はされているが、実質的には無人島だな。
これに関しては用地買収問題などが発生したから、知っているよな。さて、馬毛島整備経費はアメリカ軍再編関連予算3169億円の大半を占める金額となったね。契約ベースでは839億円で、環境調査や詳細検討なども含む12年度からの予算を積み上げていくと計8519億円にまで達していて、24年度予算では一層の上積みも予想され、1兆円が間近に迫っていることになるんだ。同省によると、工事の進捗に応じて年度内の支出分が増えたほか、人件費や資材単価の高騰で当初予算の見込みより多くなってしまったということで、基地の早期整備に向け、資機材の輸送力を強化するため船を追加投入する経費にも充てるみたい。防衛省が8月に発表した24年度予算概算要求では、馬毛島内で最新鋭ステルス戦闘機 F-35B の訓練施設の整備を進めるため約64億円を計上しているよ。都市近郊の基地や基地周辺に人家も多いから、どちらが先かという問題はスルーできないんだ。騒音や基地活動と周辺市街の民生がクロスし、双方にストレスやトラブルが生じ、機能不全となる問題が増える状況が山積しているからね。そんな中ではこのような無人島を活用したり、基地の再配置検討、国防戦略的な防衛基地のありようを根本的に見直す事例になると考える向きもあるようだな。日本の場合、列車や自動車で移動しても町や人家が途切れることがほとんどなく、よほどの僻地や山奥でない限り、人家の生活域が垣間見られ、日本の面積の狭さはネックとなっているぜ。国家の公共福祉や防衛政策といえども、取り組みとして国民一人一人の生活をないがしろにしてはならないのは当然のことで、国民を守ることが国防だし、しっかりとした対策と保障をしてことに当たることが政府の責任なのは言うまでもないよね。離島無人島を活用して広大な EEZ 排他的経済水域エクスクルーシブエコノミックゾーンを保守管理及び国土防衛を兼ねることにすれば、補給や兵站などに課題は残るけど、解決のアイデアや対応技術力は多種多様に存在しているんじゃないかな。いずれにしても国土防衛の前線基地が必要ということは間違いないという意見も多々あるんだ。沖縄県、鹿児島県近海では10月から11月にかけての1ヶ月間にわたり、いつにも増して中国軍の艦船、航空機などの活動が活発化しているよ。中国の艦船は、10月1日フリゲート艦2隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を航行し、1ヶ月後の11月1日には同じ海域を駆逐艦1隻が航行し、翌11月2日にはフリゲート艦2隻が鹿児島県奄美大島沖を航行したみたい。一方の航空機だけど戦闘機、爆撃機、偵察機などの活動は100回以上で、その内容としてはスホイ 30MKK、スホイ 35S、J10C、H6K、Y8、Y8J などの機体が確認されたそうで、多種多様な航空機を飛ばしたものとなっているよ。上述の活動はどれにしても、日本領空や領海を侵犯したものではないが、中国は軍事力増強を背景として、日本の周辺海域で活発に活動していることは事実として受け止めなければならない状態だよな。中国の艦船、航空機が日本の周辺海域で活動を盛んに行う可能性は残念ながら今後も高く、中国はアメリカとの軍事バランスを重視しているため、将来的にも太平洋地域での存在感拡大を図っていくことは容易に予想できるぜ。最近、新型 FFM フリゲートマルチパーパスマインウォーフェア多機能護衛艦12隻の建造期間を5年に短縮するとか、アメリカから巡航ミサイルトマホークを購入する予定など、驚く速さで矢継ぎ早に防衛を強化しようとしていると感じるもんね。なんでこんなに急ぐのか、本当に必要なのか、何より金はどうするのかなどと疑問が浮かんでくるのは当然だよな。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNIUS ネイバルインスティチュートの発表によると、日本最大級の軍艦が2024年 F-35B ライトニング2戦闘機を運用するための一連の試験を受けるため、アメリカ東海岸に来航するということで、この発表は2023年11月13日のことだったよ。
USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは出雲型護衛艦のことで、2023年11月現在、2番艦加賀の飛行甲板形状が一新され、必要な改修が行われた状態で、試験航海などの実施中なんだって。日本側の視察団海上自衛艦と航空自衛艦で編成は、すでに10月末にアメリカ東海岸で大西洋沖を遊翼するイギリスの航空母艦空母プリンス・オブ・ウェールズ上で、F-35B 戦闘機の運用試験を視察したみたい。ちなみに遊翼とは艦船が水上をあちこち動き回って敵に備えることの意味で、イギリス皇太子の勲章をつけたこの艦はただのんびり航行していたわけではなく、しっかり仕事もしていたというわけだな。USNI によると、プリンス・オブ・ウェールズの試験と同じ海域で、空母化改修が済んだ出雲型護衛艦も F-35B 戦闘機の運用についての各種試験を行うと述べているよ。この F-35B 戦闘機については、実戦配備する際には複雑な手続きが必要で、その中にははるばるアメリカへ行ってテストを受けなければならないという縛りもあり、時間と経費がかかるし、戦闘機にも高額を支払うのに、そんな面倒なことをしなければならないのかとイラついてしまうよね。日本政府並びに防衛省は2013年平成25年以降、海自が保有している出雲型護衛艦2隻について空母化を進め、合わせて垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画しているみたい。F-35B は2023年現在、42機程度の購入が予定されており、運用するため飛行隊を航空自衛隊に新しく編成し、宮崎県新富町のニュータバル基地に配置することも公表しているな。前述のイギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズだけど、アメリカ東海岸での各種テストの中では無人航空機による試験、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っているらしいから、もしかしたら同じようなテストを出雲型護衛艦でも実施するかもしれないとも考えられるよ。上記説明の通り、空母化側すでに必要とされる空母化作業は完成しており、運用テストも最終段階を迎えたということだね。現状の空母化側増艦上の各種検査をしているんだが、最終的には電子機器のテストが終わればアメリカへと向かうことになると見られているぜ。数年ほどの短い期間あっという間に日本が空母2隻を改造したという能力には世界各国も驚いているに違いないと考えられ、なんといっても艦艇建造や改修工事の平均的工期と比べると短いよな。また、この2隻が揃って艦艦式に参加することを想像しただけでもワクワクするという声も聞こえてくるぜ。そういった人たちによると、加賀も出雲も空母としては中途半端な感じがするんだそうで、例えば、戦闘機が着艦できるスペースがすごく狭かったり、船体の大きさの割には戦闘機の格納数が少ないなどと不満を感じているようだね。今後建造すると思われる空母はそういった不備を改良してほしいと願っているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために必要な、一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表したよ。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中だな。さて今回は日本空母が大西洋でテストを試験を行う件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団は、2023年10月末にアメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだね。USNI ではプリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、
空母化改修が施された出雲型護衛艦についても F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしているよ。日本政府並びに防衛省は2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたんだ。F-35B 戦闘機については現時点で42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にあるニュータバル基地に配置することも公表しているよ。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているんだろうな。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら同様のテストを海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もあるぜ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母だね。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造され、最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたよ。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズはアメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうためにイギリスのポーツマスを出航したが、出航直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかったんだ。この事故によって演習航海は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月20日に出航し、そして、ウエストラント22で予定された、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまったぜ。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら岸に戻ってきたと揶揄したが全く笑えないよな。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が一時的な応急処置と釈明する事態となったってわけだ。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居し、7月28日には SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していて、7月31日には映画トップガンマーベリックに登場するセリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールしたみたい。このようにプリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもあるね。一方で軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還しており、長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも運命的なものを感じるよな。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されているが、これは米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的だと思われるぜ。出雲級の空母化は発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないからね。日本への F-35B の配備も来年度以降ではあるけど、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだね。基本的に艦艇排水量のうち満載排水量は船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれているよ。
上陸作戦要員がいる分だけ空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両孤島のスペースも確保しなければならないし、もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは重々に承知しておく必要があるんだ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートするといっても過言ではないし、それらの過程が終わったとしても搭載可能な F-35B はわずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは戦力において比較にならないぜ。最有力となる使用方法は英国海軍空母のように米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと思われるな。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース側に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いたね。帰路の途中で7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていたよ。その2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレイテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいなんだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていたらしいな。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。